はい、ケナイトのみのりです。さくやです。ロカスです。アスカです。僕たちケナイトです。たまにはね、フリートークしていきますか。はい、そうですね。最近どうですか。最近、自炊すごい頑張ってます。掃除もしないし、自炊もしないで同じくらいさくやが最近頑張ってる。なんか理由あったの。もう家にいるしかなくて、10億年ぶりぐらいに掃除しました。10億年ぶりっていうと、それは何、魔界歴ってこと。魔界歴ですね。まあ、日本でいうと5年ぐらいなんですけど。あ、そうなんだ。魔界何歳なの。魔界だと僕238歳。サワカズは、サワカズ650ぐらい。年上なんだ。え、で覚えたの掃除は。これすごい気になって、お前のツイートが。あ、そんなに覚えましたよ。覚えたの。覚えました。捨てた。捨てないだから俺本当に企画でなんかこの爆発させて、お前の家を、はい、灰にして一瞬でなくすさらちにすれば綺麗になるかなと思って、それぐらいやんないとやっぱ汚すぎて綺麗にならないかなと思って。でもさ、掃除してるっていうのを電話で話してたんだよ、うん、あ、別件で電話してた。電話してたんだね。別件で。全然電話しねえけど。全然別件でこれお願いっていうのを話した時に、なんかタピオカが出てきたんだって。あ、でもそう、家で。そう、なんかタピオカ食べんの。タピオカ、飲むやつが出てきたっつって、後でシャメ送りますねっつって送ってきたら、まあすごい、もう地獄みたいな。飲みかけのタピオカを放置してたやつが、じゃあ取っとくんだもんね。そうです。で、それがなんか3ヶ月目ぐらいで発見されたんです。どうなん、それは水分なん、それともなくなってちっちゃくなった。もうちっちゃくなってます。乾燥してます、ね。それはなんて呼ぶの。それはタピの部分がないじゃん、おそらく。これなんだ、これは。ブラックビーンズ。砂利みたいな。砂利なんだ。砂利みたいな。で、やっぱ誰かに伝えなきゃと思って、でちょうど電話してたんで、シャメ送ったんですよ。キモってこと。キモって、それだけ聞きました。サオカズは、これはもうやっぱひたすらあれですね、弾き語りの練習とか、どんどん。まあ、でも毎日も動画上げてるよね。ほぼ毎日意識して投稿してます。新たな発見とかってあった？新たな発見というよりは、でもやっぱりこう毎日やってるとだんだんやっぱ慣れてきます。で、指とかやっぱじゃあここ痛いの？あ、痛いです痛いです。今すごい硬くなってるんですけど。いや、そのさ、硬ささっきにちょっと教えてやる。こんなこと痛い。ちょっと殴ってくれて。そんな痛い方しねえだろ。5回目の目標ある。さては貫くことですね。じゃあもう本当にブルース・リーみたいにこう鍛えてです、ね、いい音楽を弾くぞと。それが最近の目標ですね。アスタと似てるんですけど。似てんの？とか貫きたいの、サケよ。カズとね、カズ。あ、カズとね、カズとね。サケカズと似るって結構難しいよ。ピアノ、あ、ピアノの動画見たよ。ピアノめっちゃ弾けてるよね。そうそう、俺結構弾けるんよ、実は、うん。で、なんか、ケナイトのバラード曲を弾けたらいいなと思って。うん、光とかでしょ。そう、でもその前に今、全然関係ないアーティストさんのやつ、とりあえずカバーから始めようかな。まあね、うん、好きなものから始めた方がね、まあ、ケナイトの曲嫌いってわけじゃないですけど、やっぱ自然にこうやっちゃうような曲からね。今こそ、なんか特技を身につける時期。いや、その通りだと思う。だから、この期間って決して無駄にしてはいけない。ってか、むしろチャンスだと思った。だから、普段と違うことができるから。そう。できることじゃなくて、できなかったことを、その通り。をやった方がいいと思う。できることっていつでも伸ばせるけど、なんかできなかったことって結構時間かかるから、うん、今やればいいんじゃないかなと俺は思うよ、うん、何言ってんだろうね、俺ね。いや、全く知らないよ。そう宗教の方ですか。最近あった面白い話とかってある。最近あった面白い話、ね、はい、コンビニに行こうと思って。コンビニに行こうと思って。基本的にご飯コンビニなんですよ、僕。あ、そうなん。自炊しないもん。自炊できないから。でも一応野菜とか買うように気はしてるんだけど、はい、買いに行く途中で、はい、おばちゃんに話しかけられて。おばちゃんに、うん、弁当代欲しいから300円ちょうだい。で、友達全然友達でもなんでもないし、ないおばちゃん。300円ぐらいだったら、うん、なんか断る理由がないじゃん、別に、うん、なんかで300円ぐらいだったらいいかなと思って財布を開けてたら、うん、ついでに明日の昼飯代まで欲しいから700円。え、どういうことなの、それは。マジでだから、その上げようとした俺の優しい心理に突き込んで、こいつならあー、もらえると思ってね、うん、明日の分まで。で、返してくれるんですか。ちょうだいだから、ちょうだいなんだ。だから、で、結局700円あげて、気をつけてねっつって、その時ずっと昨夜と通話中だった。そう、電話中だった。それで、さっきのタピオカの話につながるんだけど。昨夜が欲しかった。うん、そうなんです。700円。そうだよ、本当だよ。欲しかったですね。でも僕もらいましたよ。うん、でもあれでしょ、うん、帰って行って桜屋に行くでしょ。そう、いや、撮ってきたね。なんで来るよ、撮ってきたね。すごい電話中だったけど言うてきて。いやいやいや、お前のあれか。確かにちょっと同じ匂いしますけどね、その人と、うん、あ、なんかありますか。アスカの衣装ダサいから変えようっていう話がある。ああ、そうそうそう、あれ、そうそうそう、なんかこれご覧の通り見てほしいんですけど、うん、基本みんな前開き、うん、
なんですよ。でも俺だけ開かない、開くんだけどね、こうやってやると俺はもうちょっとみんなと揃いたいなって言って、ちょっとあの今後変わります。お、うん、これをベースにね、きっとみんなも変わるじゃない、変わりますちょっと、そしたらその感じでちょっとずつみんな変わっていくと思うんですよ、うん、なんかラーメンマンみたいで嫌なんだよ。あと僕最近やっぱ自炊やってるんですけど、うん、得意料理は得意料理ですか、目玉焼き目玉焼き目玉焼き、それで魔界的に言うと何て言うの、エッグポースト技じゃん、エッグポースト、もちろんエッグもあるんですけれど、ホットケーキが食べたかったんですホットケーキ、ホットケーキって魔界で言うと何て言うのホットリミックスなんか本能的なの、本能的なの、西川さんっぽい、うん、ちょっとそれに近いかなって、どこ行っても売ってなくてホットミックスが、はい、なんで仕方なくあのお好み焼きの粉を買ってきて、うん、毎日食べてます。なるほどね。で最後にサワカツをモンさんに届いたらなんて言うの、プリズンゴーレムなんでプリズン、しかもゴーレムのゴーレムってさ結構こんな感じだよ、ね、ゴブリンまあ合ってる、緑でしょ、合ってる、緑好きだしな。アスカじゃあサワカツモンさんに届いて何になる、エターナルゴブリン、あゴブリンなんだ、永遠のゴブリンフォーエバーゴブリン俺ね、多分ね、俺はだったら新郎って名前にするし、新郎これね、